はい、ナマステ。このビデオは、チャット GPT で第二外国語を学ぶという JFND のコースの、第6週ですよね。第6週のビデオになります。このビデオでは、こういうテキストですね。このチャット GPT に作ってもらったこういう会話モデルを、音声ファイルにするというね、そういう実演デモンストレーションをしてみたいと思います。ここではですね、宿題を提出できなかった学生と先生の会話のロールモデルを作ってくださいと、そういうふうになっていますね。はい、で、ここからが実際の会話なので、ここからここまでを、コピーします。こういうふうにね。ただこの中にはこの学生かっこ健太とかそういうのがあるので、ちょっとこれは後でね、削除したいと思うんですけど、じゃあこれをですね、どこに行くかっていうと、これをこのテキストから、ちょっと待ってくださいね。はい。間違えちゃった。はい、TT3MP3.com っていうね、そういうところに行きます。TTS というのはテキスト・トゥ・スピーチです。つまり文字をスピーチにするっていう意味ですね。MP3 は多分皆さん知ってると思いますが、オーディオファイルの名前ですね。はい。で、これを開いてみましょう。で、ここにですね、はい、こんな風になっているんですけど、で、ここにいろいろ宣伝とかありますけどね。はい。で、ここに、先ほど、チャット GPT で作ってもらったテキストをペーストします。もう一回やると、こうですね、貼り付けしますね。はい。で、さっきも言いましたが、ちょっとここのね、この部分は MP3 になくていいので、ここはちょっと削除しますね。はい。はい、ここだけ削除します。はい、ここまでですね。はい。で、今ね、これをこのまま MP3 にしてしまうと、これイングリッシュになっているので、ここを日本語にする必要があります。日本語は、匠と水木っていう2人がいますが、どちらでもいいと思います。匠が確か男で、水木が女っぽい声だったかな。はい。じゃあここではちょっと匠でやってみましょう。匠を選んで、リードをしてもいいんですが、もうここではすぐダウンローダーズ MP3 をやってみたいと思います。これね、1日に3000文字ぐらいしか、できないので、よかったよかった。はい。何回もやると、すいません、今日の分は終わってしまいましたというふうに言われます。で、もちろんお金を払えばずっと使うこともできますけどね。ごめんなさい、今ね、これ開くの忘れました。ダウンロードできたというのがありましたから、はい、じゃあちょっとここを開いてみましょう。多分これかな。はい、多分これだと思いますので、ちょっとこれを開いてみますね。先生、すみませんが、宿題を提出できませんでした。健太、大丈夫です。理由は何ですか？実は、昨晩、犬が宿題を食べてしまったんです。本当に驚きました。本当に？それは珍しいことですね。犬にとって宿題は、美味しそうに見えたのかもしれませんね。はい、どうやらそうみたいです。ペンやノートも一緒に食べてしまいました。犬が食べてしまうなんて予測できないことですね。大丈夫、健太。次回の宿題には気をつけてくださいね。はい、次回からは宿題を安全な場所に置いておきます。本当にすみませんでした。はい、こんな感じで、テキストをね、チャット GPT が作ってくれた会話モデルを、音声ファイルにすることができました。はい、じゃあここまでで一旦ビデオを止めますが、この後でですね、もうちょっと少し難しいけどレベルが高い聴解教材を作るのもご紹介します。でも、とりあえずパソコンが苦手な人はこの TTSMP3.com ね、これをやればいいと思いますね。はい、それでは一旦失礼します。フィルムレンゲ。